そういうことを日本に言ってくるんですよ。まあ、リーダーもないし、東京モーターショーでも出てないし、
テレビや新聞で報告していないのでは売れませんよと、当然こういう、ことはですね、米側にも、もしそういう誤解があるとすれば伝えていくのは当然です。強硬姿勢を見せるトランプ大統領、今後の日米の交渉はどうなるのでしょうか。元経済産業省でアメリカとの自動車交渉に当たってきた細川氏はこう懸念を示しました。トランプさんは言ったものを取り上げたことで下ろすことで困ると思います。だから協議も入り口に入るのはいいんですが、出口がない、そういう事態になるというのが、これが先ほど懸念されている。来週行われる日米首脳会談はどうなるのでしょうか。今 VTR に出てきた細川さん、さらにこのように話しています。アメリカ最大の貿易赤字国、中国への出方を見定めてから動いても遅くない。来週の日米首脳会談は早すぎるのではないか。さらにですね、細川さんの指摘なんですけれども、やはりこれまでの貿易摩擦の時に、日本が安保を意識するあまりアメリカ側を有利にする交渉をしてきた歴史があるというふうな指摘をされています。先ほどまさに小林さんがおっしゃった、実はその安保面での弱みというふうにもおっしゃいました。